まずコンベンションというものが何がありがたいかということを話さなきゃいけない。それはね、期限が必ず決まってるってことですよ。出演者も変わらなければいけない。それが変わらないまんま5年も6年もやってる。じゃあ一体誰と誰がいくら取ってるのかってことを調べてみようと思って、私は協会に乗り込んだんですよ。で乗り込んで、実は私がそれ基本台帳全部調べますからと、総監上元帳というんだけど、もうそれはその結論を言ってしまうとちょっと皆さん失望させる結果になっちゃうだろうけれども、まずコンベンションというものが何がありがたいかということを話さなきゃいけない。それはね、期限が必ず決まってるってことですよ。来年の8月には大会があるんだとかね、10月に大会があるんだ、そうすると今から来年の10月までに努力したことがそこに結集されるわけだから、期限の切った仕事をすることになるでしょ。でね、やはり期限を切った仕事をしないと人はうまくならないし大きくならないですよ。それからそのルールがピシッとそこで決まってないとだらしない仕事をしてしまいますよ。だからテレビのレギュラーを持ってるなんていう人はうまくなるはずですよ。毎週毎週期限が来るんだから、その時にこれだけのことができてなきゃいけない、こんだけ面白いこと言えなきゃいけない、同じネタは使えないみたいになってくると、それは黙っててもそれはその人の技量が上がってくるはずですよ。それと同じようにコンベンションを自分が期限を切ってこの日までに何かをすると考えてやる分には、コンベンションはこれほど役に立つものはないですよ。ただよく考えとかなきゃいけないのは、それは全くオリンピックで金メダル取ったのと同じ結果で、取ったからどうにかなるってもんじゃないんですよ。実は取る時までの栄光は取る時に終わってしまって、取ったあと次にその栄光を大きくしていくのはその後の仕事なんですよ。でその気持ちがないまま取った取ったって喜んでると、いつの間にかそれは消えていく。フィズムだったら3年に一遍チャンピオンが決まるわけだから、3年間は名前が残るけれども、次の3年にはまたチャンピオンが決まってしまう。IBM や SAM だと取ったチャンピオンは次の年には別のチャンピオンが生まれるわけだから、わずか1年の寿命でチャンピオンの名前は忘れ去られていくわけですよ。でそのことを肝に銘じなきゃいけない。ただそれはチャンピオン取ることは大変なことだし、あるいは部門1位でも2位でも大変なことですよ。ただ知っておかなきゃいけないのは、今のフィズムはそこにかつてその大きな劇場の支配人やなんかがみんな来ていてピックアップしてやろうと思っていたような、そういう劇場がなくなってきたことですよ。フランスのパリのリドであるとか、もうかつてはそういうところの支配人が見に来てた、いい芸人いないかなと思って。で私なんかフィズムに出たいと思った理由は何かっていうと、そういう支配人に見てもらいたかったからですよ。だけれども今そんな状況ではない。 SAM や IBM に出てもラスベガスの劇場支配人は来ない。その現状でラスベガスに出ようと思うんだったら、それはコンベンションに出ることじゃなくて直接オーディションに出る以外ないってことですよ。だから自分が何をしたいのか、食える仕事場で食えるようになりたいんだったら、先に食える仕事場と結びつくことの方が大事ですよ。曲芸の人たちはみんなそれをしてるんですよ、ね、ジャグリングやってる人たちはもう劇場のオーディションにどんどん出ていきますよね。でドイツでもフランスでもそのコメディシアターみたいなところに出かけてって手見せするわけでしょ。でも別にコンベンションに出てどうなろうと思ってやしないですよ。いやコンベンションはあるけれども、賞を取れる人もいるけれども、でもそれは非常に小さなチャンスでしかないし、そこから大きな花はなかなか咲かないってことですよね。それは知ってなきゃいけないですよ。仕事場って別ですよ、コンベンションじゃないですよ。コンベンションに出てくる仕事っていうのは、それよりレベルの低いコンベンションのゲストですよ。それは来る。フィズムで優勝取れば6カ所か7カ所のゲスト出演は来ますよ。だけどそれは極めて条件の悪い仕事でしかない。
でその中規模のコンベンションに出たさらに翌年はもっとレベルの低いコンベンションになる。で私が最初に話したようにそうなると3年か4年するともう一式で回ってしまってあとはディーラーになる以外ないってことになっちゃう。ディーラーを悪いとは思わないしディーラーで生きるのは立派なことですよ。だけどあなたは何になりたかったのって自分を問うた時にいや一流のマジシャンになりたい、じゃあその道は違うでしょっていうことを認識しなきゃダメですよ。じゃあ全部が全部お金にならないからやらないとも言えないっていうのはあの私の考えの一つにやっぱりあるんですよ。というのはね、まあ、特にある程度年齢になってくるとそうなんだけど、どっかでこの社会にお金を返してあげなきゃいけない、自分が育ててもらったことを返さなきゃいけないっていう気持ちがだんだん強くなるんですよ、ね。昔私の家の近所にあのめぐみ幼稚園っていうのがあってね、でクリスマスの頃行くとみんなにケーキだのお菓子だのくれたんですよ。で最初のうちはくれるから面白がって行きますよね。だけどそれがだんだん自分が小学生になっていって中学生になっていくとあれは誰か他の人がお金を出してくれるんだってことに気づくわけですよ。その時にその神様は実は神様じゃなくて人なんだっていうことに気づいていくわけですよね。ヨーロッパっていうのはそれを分からせるのがその社会に人を引き入れるあの一番重要なポイントになってくるんだろうと思う。ノブレスオブリージュ、うん、持てるものはそう持てるものが提供してあげて人を助けてあげようってことだよね。でそれは仏教も同じなんだよね。やっぱり仏教だと施しをするんだけれどもあの仏教にもキリスト教にも離れちゃった現代の日本人はとかくそのことをすっ飛ばしてものを考えちゃうんだけれどもそうではないだろうと思うよね。特に自分が好きでマジックを覚えたんだったらたまにはマジックに返さなきゃいけないし、それから何もかも人見たらものを売りつけて利益を上げようということも間違いだし、それからお客さんの中でも何度も何度も使ってくれるんだから一遍ぐらいはその息子さんの結婚式にはご祝儀持って行って手品してあげようとかそんなことをするようになるわけですよ。でそうなっていくことによって自分が社会人の一つに組み込まれていって要するにマジシャンっていうものはマジシャンなりに必要なものなんだと思っていただければそれはいいんじゃないかと思うんだよね。どうですか。でも今のようなお考えに、うん、まあ、ある種シフトしていくのってどれぐらいの年齢でしたか、風山の方。私ははっきりそこを意識したのは44歳の時の芸術祭の対象を取った時、この時にどんどん返していかなきゃいけないと思ったんですよ。だからさっきから話に出てくるソモプロっていうのは対象を取ったお礼で私は書き始めたことです。あれ自体が書いたことによってなんかギャラとかなんとか発生してないんですよ。あの原稿料なんてのは出てないんですよ。毎回毎回原稿を送ってそれだけのことなんですよ。本が5冊か10冊届くぐらいのことで